こんにちは、ひかりです。今回は、いろんなものを、いろんなお店とかで買ってきたので、購入品紹介をしたいと思います。もういろんなお店、まとめて紹介します。まず、アマゾンから届いた本ですね。まずこちら、ババン。ホリエモンの一番新しい本ですね。ちここ見せると、2019年7月10日なんで、今日、もう発売した新し、一番新しいホリエモンの本ですね。ハったりの流儀っていうやつで、一応ね、1400円ぐらいする。ちょっと高いんだけど、 買い、ました。まあね、今回も気になったのは、やっぱりこのタイトルですよね。ハったりの流儀。うん。ソーシャル時代の進化兵である影響力と信用を高める、ああ、を集める方法ってことで。はい、こんな感じで。到底手に負えないことをできるとかますものだけが、えー、最速でチャンスをつかむ。突き抜けるために必要なのは、実力、ごめん、噛み分けてな、突き抜けるために必要なのは、実力よりもハったりだってことで、 以前僕が雑談で言っていた内容とめっちゃ被ってるんですよ。あの、YouTuber たるものはさ、なんかもう勢いがあると見せかけた方がいいと言ってたんだけど、ちょうど同じことを言ってね、言ってる本が発売になったんですよ。俺別にこれ見て言ったわけじゃないから。今日発売だからこれね。だから偶然被ってたから、ああと思って、あの、一個前のホリエモンの本がちょっとね、 一個前に読んだ。うん、何冊か挟むんだけど、何、何冊か前に発売した本を発売直後に読んだんだけど、なんかね、もう、あ、なんかホリエモンネタ切れかなみたいな思ってるんだけど、ちょっとこれは気になったんで、また買っちゃいましたね。やっぱホリエモンのね、多動力とかすごいいいからね。若い人に、えー、特に伝えたい壮大なハッタリに仲間もお金もついてくると。 はい、話ということで。まあ、自分を大きく見せることによってね、人とかはね、えー、お金がついてくるよっていう話ですね。まあ、わかるなって感じで。まあ、まだね、最初の何ページかだ今パラパラって見て、すぐ動画撮り始めちゃったんだけど、届いたばっかなんだけどね。はい。これと、あと、こちらですね。えー、斎藤隆さんの本、この人ね、まあ知ってる人も多いと思うんだけど、まあ、読書系の本をよく書かれてる方かな。夜型人間のための知的性産術ってことでね。まあ、夜はあんま寝れない人とか、夜の方がむしろ、いろいろ集中できるとか、やる気が起きるっていう人はね、 夜やればいいんじゃないかって。まあ、結局は夜に本を読みましょうってね。夜元気な人はその間にね、いろんなためになる本を読みましょうって話ですよ。まあ、あとはテレビとかで、ね、そういうのもいいよって書いてあります。ネットとかもね。いいって書いてあって。そうですね。ま、あだから昼間よりも夜の方がなんか集中できるから、まあ夜に、夜が、自分夜型人間だなと思ったら、 夜に本を読めば一番いいのかなっていうのが書いてある本ですごいためになりました。これはね、まあその他でもいろいろ書いてあるんだけど、やっぱこの人の本はね、物言い,いがソフトだったりするから、うん、割と好きですね。もうね、この斎藤隆さんの本は何冊も読んでるんだけど、今回もこれね、ほんと、小一時間で読み終わっちゃうような内容なんですけど、これはね、ちょっと前かな、発売したのは。えっと、2017年か、4月10日なんで、 まあ大体2年ぐらい前の本なんで、中古で安く売ってました、アマゾンでね。本当はね、ブックぐらい探せばもっと安かったかもしんないんだけど、まあアマゾンでちょっとささっとね、欲しかったんで、買っちゃいました。ささっと欲しかったんでね。そして次こちらですね。ウルトラマンおもちゃ箱っていうね。これ以前から欲しいなと思ってて、アマゾンのカートに入れて忘れてて、一番カートの下の方に入ってたんですよね。欲しいものリストの。ほんで、あ、そうだと思い出して買ったんですよ。安かったっていうのもあって、まあ、 え四、ー、1456円で、まあ、中古で買ったんでめっちゃ安かったっていうか、まあ、めっちゃでもないけど、まあまあ安かったかな。ちょね、発行日がね、1996年のやつなんで、すごい古い本なんだけど、まあ、あんま中見せない方がいいかな。えっ、ー、と、ウルトラマンの素ビがめっちゃ載ってます。もちろん古いね、素ビがあるんだけど、グレートとか、一番新しいところだとど、どこまで載ってんだろうな。ネオスまで載ってるね。セブンツーワンとか。 割と、うん、装備のこといろいろ載ってて、まあ、楽しい本だと思います。まあ、パラパラってもう読んだんだけどね。はい、そんな感じで。まず本が散冊しきますよって話ですね。さあ、そして次がね、えっと、ハードオフで買ったのはこちらですね。ババン、ショーケースに入ってました。来たー、スプラトゥーンのアミーボです。ただ残念ながらこれ Wii U のやつなんですよ。Wii U のやつなんだけど、まあ、フィギュアとして欲しかったんで、スイッチでは使えないかもしれないっていうか使えないと思うんだけど、 フィギュアがね、いいなと思ったんで、まあ、800円だったんですけど、買っちゃいました。はい。いいね。これガール、タコガールかないいですよね。すっごい状態も良くて、出来も良くて、ショーケースに入ってて、他にもあったんだけど、ちょっと高かったりな、うーんってやつだったんで、そうそう。この子がやっぱ、一番良かったですね。ただ、ま、あこの子はね、今、アマゾンでもそんなに高くないんで、買えると思います。うん。なんかガールのフィギュアって割となんか、今、スプラトゥン2のやつも、 お店とかでガールだけありますよね。これのちょっと違うバージョンのスイッチバージョンのやつがね。これは Wii U バージョンです。いいでしょう。めっちゃできんだよ。ほら。ねえ、やばいよね。あ、なんか画面暗い大丈夫大丈夫か。こんな感じで。いいですね。素敵です。はい。さあ、次。 えっとね、ハードオフで買いました。あ、ごめん。ハードオフに併設してるオフハウスで買いました。ババーン。これね、ツイッターにもあげたんだけど、買っちゃったよ、これ。これ値段が見えないんだけど、一応ね、こんな感じで、800円のするミニカーですよ。800円のミニカー。これね、トミカのデロリアンです。ちょっと開けていきましょう。あれ、開かない。ちょっとハサミで開けるわ。トミカのデロリアンなんだけど、今普通に発売してるドリームトミカのやつじゃなくて、これなんとね、 はい。ユニバーサルスタジオのやつですね。USJ ので売ってるやつです。定価はいくらかわかんないんだけど、USJ のデロリアン欲しかったのよ。あのー、今普通に一般販売されてるトミカのデロリアンってエピ、えー、エピソードじゃないな。えー、バックスフューチャー3のやつなんだよね。これは2のやつなんですよ。ほら、ここに、あのー、なんか装置がついてなかったりして、これ2のやつなんですよ。だから、まあ今一般販売はされてないかなっていうやつで、 そうそうこれ欲しくて。まあ、本当は1が欲しいんだけど、1はね、ホットイールで持ってるんでね、昔のやつをね。まあ、2はね、持ってなかったんで、飛行タイプじゃないですけどね、トミカのやつなんで、ホットイールとはまた近くていいですよね。出来もね、かなりいいですね。尖った感じはデザインで。うん、一般販売されてるやつよりデザインが尖ってますよね、やっぱね。出来がいいというか。まあ、800円が安いか高いから言うと、多分安いんだと思います。はい。僕はね、これ欲しかったんで、まあ、ちょっとね、高かったとしても多分買ってましたね。 これはいい。いやー、トミカのデロリアン。エピソード2のやつで、ね。エピソードって言っちゃうな。えー、パート 2? パート2でいいんだよね。2のやつですね。はい。空飛んだりするやつで。えっと、一回ドクが未来に行って、未来で改造して帰ってきて、まあ、いろいろ乗ったりしてるんだけどね。いいね。やった。これは今回の一番大きい買い物ですね。まあ、まあね、今日の買い物はね、 まあ、僕今日誕生日なんですけど、誕生日だからいいやっていうノリで買っちゃってますね。はい。で、次こちら。ババーン。これもね、前から狙ってたっていうか、あの、このハウスで売れ残ってるんですよ、前から。で、前から買おうか買うまいか悩んでて、今回ついでに買っちゃいました。これちょっとまた、ね、値段が見えなくなっちゃってるんだけど、レジ袋いりませんって言ってるからさ。まあ、エコリウスファクトリーだからね、レジ袋なんてもらわない方がいいのかなって気もするし。216円で4体入ってて、これ4体がまた良くてね、 あの、まあ、あレアでもないんだけど、あんまり有名じゃないウルトラマンたちですね、まあ。レアではない、これは正直。あの、トイプラとかでも初見で全然あるんだけど、レアではないけど、有名じゃないウルトラマンですね。なんか、え、これオリジナルウルトラマンって思う人もいると思います。え、これ絶対偽物でしょうとか思う人もいるぐらい有名じゃないですよね。ウルトラ USA 系なんでね。はい、これ。これはウルトラマン。名前書いてあるかなこれ、チャイナなんだ。あ、書いてない。 チャックとかいう名前がいるよね。チャックとなんとかとなんとかだって気がするんだけど、まあ、ウルトラ USA のメンバーが、この3人で、まあ、改造するときとかもさ、これいっぱい持ってればさ、ね、改造にも使えるしね。まあ、今ね、再販っていうか、ね、今のシリーズでは売られてないんでね。いいですよね。このウルトラウーマンもいいですしね、はい。これはなんか改造とかにも使いやすそう、本当に。イエーイ。 と、あとは一応80もセットでしたね。この80も、まあ、チャイナのやつ。これはちょっと、古い感じで、なんか味があるから、ちょっと改造にはもったいない気もするけどね。ちょっとなんか、すごいいいね。はい。4体で200円なんで安いかなと思います。プラスこちら。これはね、欲しかったんで買いました。800シリーズサイズ。でかいやつですね。のキング。やっぱキングはでかくないとね。一応このキングもね、札あれなんだけど。見えるかなあ、ちょっと破けちゃったけど。 100円でした。まあ、100円なんで、まあ、トイプラとかでも買えるんだけど、今、キングが欲しくて、改造したくて、これにマントつけたりしようと思ってるんで、まあ、100円で買いたかったんですよ。そうそう。これはね、2 0 0なんだか二千九9年とか、ウルトラマンキング。うん。ま、あキングはでかいサイズが欲しかったんで、買いましたね。はい。さあ、次はなんだ次は。あ、次はね、こちらですね。山田電機。 山田電機で買いました。本当ヤ山田電機に今回スプラトゥーンの、あのー、アミーボーないかなと思ったんだけど、やっぱり、あのー、ガールしかなくて、まあちょっと微妙かなと思ってやめましたね。アマゾンの方がまあいいかなっていうね。でね、アマゾンでは今品切れ状態だったこちら。ババン。ウルトラマンタイガー、ソフビ買いました。ウルトラマンタイガー、二百四420円プラス税かな確か。うん。で、まあポイント10%ぐらいつくから、まあアマゾンよりは安いかなって感じで。 タイガー出来すげえいいんだよ、これ。で、タイガ買ったついでに、ババーンヘルベロスえー、最強獣ヘルベロスこれも420円で10%ポイントつくんで、まあ、420円ぴったりくらいかなって感じですかね。はい、ヘルベロス。もう買っちゃいました。これでタイガ系のソフビは今んとこコンプしてますね。はい。これから全部買っていくかもしんない。あの、面白ければタイガが。そんな感じで。 まあ今回ね、買うつもりはね、まあ正直そんなになかったんだけど、あの、アマゾンで買おうと思ってたんだけど、アマゾンが品切れなのよ、このタイガと。今、まあ、ヘルベルスもね、俺が見た時点では品切れで、そうそう、やっぱタイガ放送後に売れたんだろうね。まあでも別にまた再販っていうかどんどん出てくるとは思うんだけど、あのまあ普通に山田連機にね、残り1体ずつあったんで、多分ね、1体ずつあったから売れ残ったというよりどっかから出てきたんじゃないって気がするんだけどね。新たに入ってきたとか。まあラッキーでしたね。状態もいいのが2体ありました。 はい。そして、ラストはこちらですね。ダイソーになります。ダイソーでまたね、あの、フィギュア作り用のね、ものをいろいろ買ってきましたよ。まずはね、定番のこちらですね。工作マット。これね、ないとこには全然このでかいサイズがなくて、あってもね、なんか半分ぐらいのサイズとか、このサイズでは200円するやつとかもあったりするんだけど、このね、これを今僕使ってるんだけど、割とボロボロになってきたっていうのと、 あと、この上で粘土転がして、そのまま乾かして、別の作業をしたいから2個欲しかったのよ。だから一応ね、こんな感じで、もう1個買ってきました。マウスパッドにもなるんだね。まあ粘土などのね、まあ工作に使います。あとね、このカッティングマットにもなるしね。で、こういう風にね、ちゃんとメモ、メモリっていうか、ね、方眼にもなってるんでね。そう。この方眼になってるっていうのが意外と良くて。これいいですね。最後はね、この名前がなければもっといいんだけどね。<laughs> まあ、しょうがない。工作マットですね。そして、次が、まあ、これですね。セリアにはなかったんだけど、エポケシパテ、万能バージョンのね、万能バージョン。今僕が使ってる、セリアで買ったパテだと、あのー、なんか隙間を埋めたりするにはいいんだけど、これで、あの、パテで造形ができないの、柔らかすぎて。これはね、練りパテなんで、これでね、あの、角とか作れちゃうんですよね。はい。ちょっと臭かったりして、あと熱くなったりするんだよ、これ。 そう、このね、周りと中が素材違くて、混ぜ合わせると硬くなるってやつなんだよ。熱持ってね。これいいですよ。使い勝手いいし。ただすぐ乾くんでお気をつけください。パテを買ってきました。まあね、このダイソーまだパテいっぱいあったんで、1個だけ買っといて、また足んなくなったら行こうかなと思ってすぐなくなっちゃうからね。あ、そんでこれこれ。アクリル絵の具ありましたよ。アクリル絵の具。あれこれ俺持ってるやつか。これセリアと一緒か。まあ何か、アクリル絵の具。ちょっと試しに買ってみました。ブラック。 アクリル絵の具ね。アクリル絵の具。あ、あとはレッドも買ったんか、レッド。やっぱそろそろね、フィギュア系もね、あのー、ペンで塗るんじゃなくて、筆塗りしていこうかなと思って。はい。ほんでね、またこれ買っちゃったよ。自在ワイヤーなんだけど、またワイヤー家でなくしちゃってさ、そう、フィギュアの、フィギュアをさ、可動化するときに、芯にしたいんだけど、軸にするために使うんだけど、 前ね、買ったんだけど、なくしちゃって、ま、その後もう一回買って、もう一回なくしちゃって、で、また買ったって感じ。うん。まあいいけどね。まあでもね、こういうとこではあんまりね、手遣いしちゃいけないんだけどねで。これはね、もうすぐね、僕が持ってるやつがなくなりそうだったんで、あと一本になっちゃったんで、超便利なね、瞬間接着剤ですね。強力瞬間接着剤。まあこれ、ね、何種類かあるんだけど、今回っていうか僕はずっと瞬間を使ってますね。うん。強力よりも瞬間が大事で。 支えれればいいんで、とにかく。して、次、こちらですね。ババン、石子粘土。石子粘土ね、ちょうど、前回ね、あのー、怪獣をね、一体作ったらもう無くなっちゃったんで、ちょっと石子粘土足りてなかったんで、石子粘土買いました。して、石子粘土と同様に、やっぱこちらがね、量多いんだけどね、紙粘土ね。ただ塗装はちょっとしづらいのかな、どうなんだろう、紙粘土の方が、もうちょっとね、脆いんだよね。まあでも、 なんだろう、粘土でなんか物作る練習だったらこっちでもいいのかなと思って。これ5 0 0ムでしょこっち2 0 0ムだからね。ちょっとやっぱこっち多いよね。紙粘土は安い。まあ、なんだっけトイレットペーパーのシン、しんだっけトイレットペーパーだっけなん,かなんかでも作れるんだろうけど、新聞とかでも。まあ、買った方が早いっていうか、まあ安いしね。いいかないと思います。よし。ということで、今回の購入品はあと、 これで以上ですね。はい。今回ね、これね、1日で買ったものです。はい。よかった。いっぱい買えた。うん。あ、まぁ、あ、アマゾンで今日たまたまね、届いたやつもあるんで、前注文しててね。ホリエモンの本とかだいぶ前に注文してて、そんで、あの、発売日が今日だったので、今日届いたって感じですね。まあウルトラマンの日にはぴったりのね、キングとね、USA と AT と、で、最新のねタ、タイガとね、ヘルベロス。ゲット。で、まあね、ちょっと WiiU 版にはなっちゃうんだけど、 欲しかったね。スプラトゥーンのアミーボ。まあゲーム内でアイテムはゲットできないかもしれないけど、とにかくね、フィギュアとして欲しかったんで、すごい出来いいし、このなんか地面の感じとか、やっぱゲームドハマりしてる僕にはいいですね。はい。で、まあデロリアンのね、あの、トミカも嬉しいですし、100均でもね、まあ工作用具買いましたし、これからまたね、いろいろ物作りする動画もね、作っていきます。そして、まああとは、そうですね、本。ウルトラマンのね、本と、まあホリエモンの本でしょ。 で、これはもうね、読み終わったんだけど、斎藤隆さんの本ね。これも、まあ、一応ね、斎藤隆さんの本はおすすめかな。まあ、さだって読めるんで、試しに、まあ、あ買って、うん、パパって読むとなんか、ほっと、ふ、ふん、ふーんっていうか、なんて言うのふーんっていう印象は悪いな。なんつうんだろうな。うん、普通に、うん。なんか、すごい、本読みたくなるし、あとなんかちょっと、うん。まあ、いろいろね、なんかね、斎藤隆さんのおすすめの、なんか、うん、 あの、ご、だ、だざいを治むとか、そういうなんかいろいろあるんだよ。そういうのとかも紹介してくれてるんで、そういうのもためになるしね。まあ、その、俺はその部分飛ばして読んでるけど、そう、ま、いろいろ話とかもね、うん。夜に、ちゃんと知識を入れようっていう、意識を持てます。はい。まあ、それをね、斎藤隆さんが言ってくれてるっていうのがすごい心強いからね。うん、読むとちょっといいと思いますよ。はい。で、この辺もね、感想とかもね、読み終わったら言いたいと思います。いやー、楽しみー。 早く、あの、工作したい。今からやります、これから。本はちょっと一回中断して、えっと、なんか新しい怪獣を作ろうかな。まずは、なんかモチーフとなるものを考えて、うん、調べて、そんでなんか、やろうかな。と思いますね。あと、このアクリル絵の具がね、どんだけ使えるかっていうのも気になるところだし。うん。筆はね、100円ショップのやつだと毛が抜けちゃうから、タミヤのやつとか使うんだけど、 他はね、百均でもいい気がするんだよな。ただ、アクリル絵の具はね、何種類だったっけな ?6 色ぐらいしかなかった。うん。黒と白合わせて、7色、8色とかかなもっとあったかな ?8 色ぐらいしかなかった。あ、8色、7色ぐらいかな黒、白合わせて。赤、青、黄色、緑とかあったっけなんか、うん、なんかね、普通の水彩絵の具より少なかった気がしますね。ただ、水彩絵の具とアクリル絵の具はどう違うのかわかんないけど、アクリル絵の具っていうのもあるんだけど、 あの、油絵用絵の具みたいなのも売ってて、油絵用絵の具は黒しかなかったんだよ。いや、油絵描けねえじゃんとか思ったけど、黒だけじゃねえ。一応ね、工作塗料にもなるらしくて、ちょっとこれは楽しみですね。はい。ということで今回の購入品は以上です。この動画がね、面白かったなと思っていただけた方は、ぜひ、評価ボタンを押していってください。チャンネル登録やコメントもお待ちしておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ではまた、バイバイ。